来たれ歌自慢ダンス自慢プロデビューのチャンスあり、全国の高校生の頂点に立つのは君だ。なお大会で当校代表チームが優勝した場合、メンバーに優勝賞金の500万マドルを山分けいたします。500万マドルを山分け？そうなんですよ、豪華でしょ。うわぁ、びっくりした。学園長、いつも思うけど急に出てくんのやめない？おや、失礼、脅かしているつもりはないんですが。で、何のようだ草食動物とも。くだらねえことなら開きにすんぞ。ルークハントってやつに会いてんだ、紹介してくれよ。はあ、あの変人を紹介しろだ。ああ、俺様たちボーカル&ダンスチャンピオンシップのオーディション申し込みに来たんだぞ。セプレ、素晴らしい、新たな挑戦者を心から歓迎するよ。うわあ、びっくりした、急に後ろから出てきた。驚かせてしまったかな。パードン、足音を消して近づいてしまうのは昔からの癖でね。私はルークハント、美を求め美を助くことを人生のテーマとする、ルシャソウ・ドゥアムールさん。どうぞお見知りおきを。よしよし、だいぶ集まったっすね。綿毛になっちまう前に積んじまわないと。ボンジュール、ムシュー。だあ、なんすかあんた。これは失礼、私はポムフィオーレのルークハント。君が興味深い動きをしていたものだから、つい声をかけてしまった。興味深いって、タンポポ積んでただけっすけど。一心不乱に両手いっぱいタンポポを集めてどうするんだい。決まってんじゃないっすか、食うんすよ。え、タンポポはサラダにしてよし、炒めてよし、お茶にしてよし、何よりどこにでもいっぱい生えててタダで手に入る。俺みたいな貧乏人にはありがたい雑草なんすよ。ということがあってね、それ以来道端のタンポポすらも命の糧としている彼に敬意を表してムシュータンポポと呼んでいるんだ。ラギー先輩、タンポポ食ってたの？つかそれ敬意じゃなくね？ あいつ本当に腐ってなきゃ何でもいいのか。まさか俺にも食わせてねえだろうな。おお、ケイト、お主も来ておったか。わあ！良き反応じゃ。ハーツラビル寮生はいつも元気じゃな。もうリリアちゃん、それびっくりするからやめてよ。いくら兄弟仲が良くても普通学校にまで連れてくるか。イデアってやつ、とんでもねえブラゴンなんだぞ。兄さんの悪口言わないで。わっ、あ、ところでさ、確か今日ってボーカル&ダンスチャンピオンシップのオーディション結果発表日じゃなかったっけ。もうすぐ昼休みだってのに知らせが来ねえんだぞ。現段階で特に何もないなら落選したんじゃないのか。何が飛んできたの。鼻先スレスレを通り過ぎていったぞ。やだって、まさか俺様たち死角から命を狙われてるんだぞ。誰だよ死角って。あ、や、ちょい待ち、この矢手紙が結んである。なんだと、果たしようか。お前何でも喧嘩に直結させんのやめろよ。どれどれ、ボーカル&ダンスチャンピオンシップオーディションにご参加いただきありがとうございました。厳正なる審査の結果、エーストラッポラ、デューススペード、長期2名を合格とさせていただきます。つきましては本日の放課後ポムフィオーレのボールルームにお越しください。え、合格？合格ってことは僕たちが選抜メンバーに選ばれたってことだよな。それ以外あるかよ。よっしゃー、これで寮長の手伝いしなくて済む。俺様はあんなにキレキレのパフォーマンスを見せたのに。あ、待って、まだ手紙に続きがある。追伸、
オンボロ寮の監督生殿、お知らせがあるので放課後は上記2名と共にポムフィオーレまで来られたし、だって。とにかく放課後はみんなでポムフィオーレに行ってみよう。ふぬー、俺様のツナ缶4000個の夢が。